皆さんこんにちは、三星です。さあ本日はですね、ログウェイベス熊本にやってきております。何撮ってるんかな、ね、何撮ってるんかな。私ここですけど、亀撮ってました今、ね、本日はですね、ログウェイベス熊本にやってきております。ベスというとですね、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、ログハウス、木をですね使ったお家、家ということで、実際にあの展示場にですね今日は来てみたんですけれども、ご覧ください。たくさんね、あのベスの木の家というのが、この敷地内に立っております。でちょっと行ってみましょうか。見て、なんかもうあの入り口の時点でちょっとワクワクするような、なんかこう遊びに来たかのようなね。もう先ほどねオープニングにも登場したこちら亀さんがですねお出迎えしてくださってます。ありがとうね。みご自由にご契約できるので、はいはい、お好きな建物から見られてください。あ、いいですか、もう行っちゃって、はい、あ、じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。レッツゴー。みどこから行きましょうかね。なんかこう可愛い建物がいっぱいありすぎてちょっと行くところ迷っちゃいますけど、まあ、じゃあ一番近場のここから、うん、この家から見てみましょうかね、うん、うわ、可愛い。すごい、開けた途端に木の香りがですね、すごいです。うわー、かわいい。初めてですね、こういう木の家、ログハウスっていうのに入るのが初めてなんで、感動がすごいです。この温かみのある室内、ぬくもりがすごいです。木のぬくもりが、見て、薪ストーブがありますよ。めっちゃおしゃれ。なにこれ。人間って、人類ってあの太古の昔から火でね暖を取ってきたでしょ。だからやっぱ今の現代人、こういう薪ストーブすごい憧れがあるわけですよ。いいですね。やっぱ冬寒いのすごい嫌じゃないですか。でもやっぱりこういう薪ストーブがあることで、やっぱり心も体も温まるっていう。手袋をグローブして薪をこう掴んで、この中にこうかってね冬を入れるんでしょ。やりたい。もうやっぱりすごくこうおしゃれですね。あのこのログハウスとの一体感っていうんですか、すごくこう可愛らしいキッチンだし、実用性も兼ね備えてていいな。なんかめっちゃ欲しなってきた。てか住みたい、ここに。2階行ってみましょうかね。ちょっと失礼して。じゃあ、あ、階段もなんかいい、可愛い。すごいよ、ちゃんと部屋が3つ。もう外観だとすごいコンパクトな家なのかなと思ったんですけど、ちゃんとこんな広々なお部屋があるんだ。2階にすごい広く感じますね、こう見ると。いいね。うわ、こういうの見て、天窓が、ね、でもやっぱ天窓があることによってやっぱ屋根裏チックな感じではあるんですけど、すごく広々として見えますよね。でもめっちゃテンション上がるでしょ、こんな部屋だったら。めっちゃテンション上がる。なんか秘密基地みたいな。テンション上がる。私だって子供の頃こんな部屋だったらめっちゃ良かったな。さあ、ということで次はですね、このお隣にある2階建てのお家ですね。外観が可愛らしいと。もうなんていうの、ザ・ログハウスみたいなね感じの見た目ですけれども、アメリカの映画とかしか見たことないですよ。めっちゃおしゃれ。お邪魔します。ここはまたちょっと雰囲気が変わって、さっきのお家よりもちょっとこう、まあ、カウンターキッチンであったりとか、あのまあ今風な住宅のリビングみたいな雰囲気はありつつも、やっぱり薪ストーブはあります。重要なんですよ、やっぱり薪ストーブは。ベスの家には薪ストーブありと。
話して、あ、やっぱりいいですね、このやっぱ三角屋根ならではの、コンパクトではありつつも広々としている。見てくださいよ、ここね、ここは第二のリビングみたいな感じで、くつろぎの空間すごくいい。いいですね、窓もさ、やっぱり大きいから開放感がすごい。ここにはですね、2つお部屋が並んでいてですね、寝室としてまあ使えるようなお部屋がですね、あ、こっちは子供部屋ですかね。うわ、めちゃくちゃいい。そして一つ気になるのがこのはしご、なんですかねこれ。人間ってさ、はしごがあると登りたくなるんですよね。ちょっと登ってみますか。あ、結構登りがいのあるこれはしごですよ。失礼します。あ、すごい見てこれは、ちょっといい空間を見つけました今。これはちょっと入らざるを得ない、私の中の少年心が入らざるを得ない。すごい、すごくこう、やっぱでも思ったのが、窓が結構ね、至る所にたくさんあって、この窓があの家を広く見せるというか、やっぱあの外の光を取り込むことによって、広々とした空間に見せてくれるので、グッジョブなのかな、窓が。すごくいいですよね、やっぱりね、開放的な空間にね、見せてくれるっていうのは。それでいて、この木の温かい雰囲気でしょ、欲しいかな、すごく。何？入ってすぐこのまたはしごがありますよ。見て、まさかこんな、あ、あーすごい、見て、吊り橋、吊り橋があるよ、すごい。うわー、テンション上がる。ちょっとこれ強烈にテンション上がってます私。すごいよ、見て、もう意味もなくこれ何回もこれ往復してしまうぐらい楽しいです。意味もなく。さあ、そしてやってまいりました、こちらがですね、一番人気ですよ。お邪魔します。おー、すごい、好き。玄関から入ってすぐのところが、まあ、あの土間みたいになってるんですよね。なので、まあ、靴のままこういう風にこうくつろげるというか、外とつながっている家というか、なんだろう、このワクワク感の旅は。やっぱりね、2階広いです。一つ一つの部屋も広いですね。今まで見てきた家の中でやっぱりこう体感としては一番広い感じがしますよね。はい、ということで、ログウェイベス熊本、巡ってみました。まあ、実際ね、4つお家、見てきましたけど、本当にそれぞれに、まあ、違ったコンセプトがあって、みんなそれぞれ違ってみんないい。すごくね、あのどのお家も惹かれる部分はあったんですが、どういう趣味を持ってるかとか、どういうライフスタイルを叶えたいかとか、まあ、その時のね、家族構成によっても違ってくると思うんですけど、やっぱりね、どれかしら自分に刺さる家があると思うので、こればっかりは本当に実際に展示場に来てみて、見て雰囲気を感じてほしいなというふうにね、すごく思いました。あのベスの展示場いいなって思ったのが、最初ね、受付して、まあ、アンケートは書くんですが、その後はすごく自由に見させてくれるっていうのがいいなと思って、まあ、言い方あれですけど、あのいい意味でね、いい意味でこのほったらかし感、本当にいろんな人が気軽に見て回れる
展示場なのかなというふうに思いました。全国に展示場があるので、ぜひですねお近くの展示場に実際行ってみて、ログハウスの雰囲気をですね実際に感じていただければというふうに思います。ということで、気になった方はですねぜひこの動画の概要欄から、チェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。みほしでした。またね。ベース熊本の、施設の前には道の駅があるので、そこで買い物して帰りましょうかね。はい、スイカをね、買って帰りましょう。さあ、こちらの道の駅がですね、スイカで有名な道の駅ということで、結構ね、テレビでも見たことある方も多いんじゃないですかね。この試食いただきましょうかね。いただきます。あんま、めちゃくちゃみずみずしいです。あ、なんかもう一気に口の中が夏、おいしい。チャンネル登録はこちらをポチ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 。